最終で回走者が無言で来た道を戻っていく停車場から人々の余韻だけ残しまるでバリーの跡みたいだ。あれから何年だっただろうか、遠い昔がつい昨日のことのようだ。簡単な道のりではなかった、後悔なんて星の数さ。始まりは91、俺もまだ若かった。ストリートでたむろしてたんだ、兄貴やその周りがレコードを回して遊んでいた。そう、身を真似事で挑んだフロー、が悪くないなと気づいた視線と、後に出会ったタマとコンビでコンテスト優勝、ストライバーズロー。デビューを飾ったイスキューブの前座、マイクの差別で頭に来たっけ。グルーとアフターバリーでフリースタイル、あの時の感動未だに忘れない。本場を知るためにニューヨークへ飛び、全身で洗礼を受けたブルックリンの街、ジャンマスター J が生きてた頃のラン DMC、 今じゃもう幻。もし俺がヒップホップじゃなければ今頃は病んだただのチャラけさ。平凡な生活かもしれないが、彼らのようなヒーローには出会えてないさ。 KRS-1 EPMD Rakim Jack D Nas も Deep Cougie Rap、 あげればきりないそんな街の声優が、俺にはナポレオンよりも英雄だ。93から始まった本当のヒストリー、それ以前はこの街で俺たった一人。ベルはまだ鳴りを潜めていたし、大事を成してたのはオンリーパパ B だから、すぐさま有名になれた。街のあちこちのバディじゃ All Eyes on Me、 フルハウスのクラブを明かすのは B.I.G が DJ のオノちゃんくらいだ。94ヒップホップ絶頂の頃、ざめき出し始めた俺のショー、俺の地元の連中や仲間をフルカット、お前にもできることを証明した。ラッパーズロック、さあ今夜も頼むぞ。時に7、8人がステージを襲うと、俺たちは飛ぶ鳥を戻した。東京の連中も嫌がってた。いつかラジオで俺がしたの約束、ラッパーズロックのフルアルバム、それを残すことができなかった。約束は出せなくて悪かった。あの頃の連中とは今離れ、それぞれの道の上歩いてる。ボスは若者のカリスマと呼ばれ、フリーザーベルタイソンはあの世へ去った。剣豪と滝尾は相変わらずか、エイジーとミンマー行方知れずだ。公務員へと転職してた修練、もう奴らとできないのかもしれん。俺はここでもう一度一人に帰ってラップを歌い続けるんだ。なぜなら俺にはこれしかないし、俺が消えるのを奴らが許さないんだ。だから僕はあの世で見守ってるブラザー、アチシ、タイソン、マサイ送るぜ。とても大事な日々を俺たち送ったからな。それとこれまでに出会ってきた多くの仲間、そしてこれから出会うだろう仲間、みんなにちゃんと届いてるだろうか、今の俺を聞いてほしいんだ。ありがとな、俺を成長させてくれて、また会おうな。バイバイよ。バイ。